BSNSOK プラスふるさとです。東京は今日風が強くて自転車が倒れているのを見かけました。気象庁の吉井さんです。明日強い風は収まりますが寒気は残って朝の冷え込みが強まるでしょう。後ほど詳しくお伝えします。まずはこの時間の主なニュースです。政府は今月の画面左は東京外国為替市場、今日午後5時時点での円相場です。画面右上は現在の外国為替市場の円相場です。そしてニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが現在値下がりしています。明日に一番近い気象情報、気象予報士の吉井さんです。はい、今日は風が強くて冬かったですよね。はい、真冬のような寒さになったところが多くなりました。はい、雲の様子で見てみますと寒気に伴う筋状の雲が日本海だけでなく太平洋にも並んでいます。はい、強い冬型で風も強かったことがわかります。発達した雪雲がかかった日本海側では積雪が増えました。はい、一時大雪警報が出た青森県では八甲田山系の酸ヶ湯で4メートル16センチと全国で今シーズン初めて積雪が4メートルを超えました。4メートルですか。はい、この酸ヶ湯1年で最も積雪が多くなるのは3月10日前後、例年だとまだ雪が増えるんです。なるほど。雪国の、ね、春っていうのは少し山の方では遅くなるということですね。はい、で平地でも真冬並みの寒さもう少し続きそうです。はい、明日の天気の移り変わりから見てみましょう。はい、東北から別で雪は各地で雲が広がって札幌で雪が降るほか福岡も次第に雨になるでしょう。金曜日は広い範囲で雨になりそうです。気象情報でした。春はその辺まで来てそうなんですが、うん、朝寒そうですね。そうですね。皆さん今夜はですね暖かくしてお休みください。失礼します。失礼します。